前回のカズクラ、カズクラまたすごい裏技を発見してしまった。みんなもやっぱダイヤモンド探して困ってるやろ。すげえ方法なんて。なんと投資能力を得るという方法だ。マグマのところにポロッと置いて、あとはピストンで押すと、なんとめちゃめちゃ透けて見えるやないか。あ、すごいすごい。結果、めっちゃ、意外と本当にめっちゃダイヤモンド発見した。さて今日は、待って、このお宝ちょっとどっか隠しとく？あ、秘密基地だ。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。どうも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 。そう、クラスの半分が知ってるって噂ね、あるところのクラスの半分が知ってて、ありがとうございます。クラカズさん、ありがとうございます。カズさんのことクラスの半分が知ってました。30人ですと。いや、こんな嬉しいことないよ。いや、やっぱ嬉しいよ、本当に。いや、もうね、どういうイメージかはね、ちょっとわかんないんだけどね、このカズクラさんのどんなイメージでね、みんな見てんのかわかんない、そこら辺は。ただ、最近はね、こうやってちょっと教育とかも嫌いではないんで、こんな感じでね、適正料金で、はい、こんな感じで適正料金で、攻撃できるようにね、こういった教育というものにも私ね、力を入れております。こういう教育と言われる行為ですね。はい、ね、ただですね、ちょっとわけわかめなのが、ポテトさん、またもやサイコパスカズさん現ると。どこなんだろう、サイコパスって。どこら辺なんだろう。いや、ここら辺もちゃんと適正料金で攻撃できるようになってるんでね、これをね、切磋琢磨努力して焼いてね、あ、適正料金ありがとうみたいなね、これありがとうなんだわ。うん、ただよ、この子見て、これ高いよね。今2円ぐらいになってるけど、これでも高いよ。倍する価格がね。だから今度こいつに至っても問題ない。もう4円ね、4円で攻撃してあげるよ。もう4倍とかすごい価格で売ってくるので、今度、この子たちね、教育入ります。はい、カズクラ。はい、というわけで、本日も行きますか。いや、結構言うてね、溜まってきたんですよ、また。あ、これちょっと今借りてるやつ。これちょっと借りてるやつやな。しまってな。これ借りてるやつやった、借りてるやつやった。しまってな。わお。結構爆弾とかも溜まってきたんじゃないの、また。はい、いただくよ。いや、やっぱね、手の手は、いくつあってもいいよね。いくつあっても本当に本当にそれ思うわ。いくつあっても困らないというか、お金と一緒だよね。いくらあっても別に困らんよみたいな。それでなんかいろいろ溺れちゃう人もいるかもしれないけどさ、欲に。それは置いといてよ。いくらあっても別に困らん。あって悪いことは特にないよっていうね。なんかいろいろと溺れちゃう人はいるんだけどさ、それとこれとはまた別問題ね。お金で人を助けることもできる人がね、そういったこともあるので、手抜きはね、常日頃こうやって私、貯めております。これパンパンやるとね、千何百個ぐらい集まるので、また楽しいことができそうです。で、ここ最近はこっちの方にずっとね、貯めてますんでね、こっちの方に貯めてますんで、あれ、カチャカチャも、あ、なった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 。貯めてますんで、いっぱい入ってる。いっぱい持って帰ろう。他にも、ちょっと待ってね。ここも見に行きたくて。この前、バレてないで、羊毛マシンを、黒い羊毛がね、入るようにしておいて、あれ？取り出されてる？これ。黒羊毛。あれ？あんま取れてねえな。黒い羊毛は。まあ、いっか。貯めましたわ、とにかく。さあ、今日はね、他でもない。秘密基地作り、行ってみたいなと思います。いやー、今回のもバレないからね、これ。いや、まさかな場所に今からね、設立していこうかなと思ってます。ただ、ちょっと技術がいるので、検証ですね。検証もちょっとしていこうか。マグマ、ガラス、基本的に看板になるのかな？ボタンになるのかな？ちょっと試していこうか。はい、要は今、ここからマグマを置くんだけど、多分こうしたら、マグマ垂れずに、あ、やっぱ大丈夫なんだ。燃えない？大丈夫？ちょっとテストは必要だよな。燃えてはいないね。大丈夫なんか？もう一個。あれ、看板だなーってなっちゃってるんで、
ボタンはどうなんだろう、ボタンはどう。おい、行っちゃった、ボタンは燃える、ボタンは燃えるんだ。なるほど、看板いけるんだね、看板は。いや、秒で燃えたね、秒で。あー、検証しといてよかったわ。あ、看板であればいける。よーし、そうと分かったら行くか。燃えてないよね、大丈夫だよね。だいぶ危険は伴うけど、いや、危険しか伴わないじゃん。大丈夫だよね、今んとこ。大丈夫、大丈夫っぽい、大丈夫っぽい。では今回かなりの危険性を伴うよってだ。行くぞ、できるか。ありふれたポーションになるんだ。やっぱ順番ってもんがね、あるからね。こうだ。ほいで、ちょっと修繕もね、1、2、3。うん、こんだけマグマったら大丈夫。うん、こんだけあったら大丈夫だ。オーケー。あ、よっこいしょー。あ、いい、いいっすね、いいっすね、いいっすね。うんなら、ここに秘密の入り口を、作っていこうかと思います。まずここ、どの真ん中掘るね、どの真ん中掘って、ここからよ、ここからよ。ここのガラス1枚、いった、いった、垂れてんの。いや、わかんない、わかんない、垂れてるかどうかわかんない。これ間違っててそのまんま落ちたらやばいので、せーすい、バチャン、いきます。いけるかな、いくよ。オッケー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 、来た来た来た、穴開いてる穴開いてる。ちょっと待って、穴開いてるやないかこれ。ちょっと待って、修正修正、やっちゃってたわこれ、完全に完全にやっちゃってるじゃん。待って、どこにマグマを詰めればいいんだこれ。ここだよね、ここだよね。修正、こうして、こうして、あっ、危ねえ、こうこうだね。オッケーオッケー、埋まってる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 、めちゃくちゃ怖くね、ここ、ここの秘密基地、これは絶対バレんわ。ちょっと待ってね、待ってね。昼か夜かもわからんくなるな、俺。はい、修正ですよー、修正ですよーっと。はい。はい、はい、はい、とりあえず、紙片、すべてきれいにしました。で、ここからだよね。どうするべきか、ここら辺も。やっぱり、ここも、行っちゃう穴。脱出用のね、経路っていうか、信じる者は救われるみたいな感じで、ここ今一箇所、行こうと思います。行けるかな、上手に。行った行くよ行くよ。チュッパ、あー、チャポン、いいじゃん、ええやん、カズクラ、ええやないか、なかなか。いや、でこれ一応もうこのマグマ耐性のあれがなくても一応生き残れるみたいな感じにはなっちゃってる。今の穴バレてないかな、大丈夫かな今の。いや、あれは分からん、いや、あれは分からんよ、さすがに。よーしよ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 し、できたできた。んなら、ちょっと秘密基地の、待って待って、すごい貴重なやつ、ここに。気づいてしまったようだね、おめでとう。なんかあった、やばい、めちゃ久々に入ってから、なんかあった。もう、いや、これちょっと一旦この貴重品をちょっと抜き出させてもらおう。これなんかもらっちゃった、いいのかこれ、もらっちゃっていいのかなこれ。なちょっと宝物を持ってこうか、あん中に。ディアモンドブロック、オラの宝を持ってこう、オラの宝を。でもこんなもん、ぶっちゃけこんなもんだな、意外とあんまりない意外と。道具も最近しょべえので、せめてこれに直してあげよう。っていうか、しょぼ、ちょっと待って、今レベル十分にあるからやっといて、これ。オッケー、覚えた、直すね。もうなくさないぞ、もうなくさないぞ。よしよしよし、参る、よいしょよいしょ。では参る。これでやられるようだったら、アウトだ。行くぞ、早く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 、ウィー、あっ、危ない、めっちゃ待て、ここも危ない、これ危ない、危ない、待て、これ装備なかったら、どうなんのこれ。待って、これ危ないよ。
これど真ん中に開けちゃったけどさ、これ良かったのっていう今すごい思ってる。大丈夫これ怖っ。なら貴重品をちょっとここら辺に置いていこうと思うんだけど、待ってこれ心配しかないな。これこのど真ん中危険危険危険これ。まあ、ちょっとここにうわ貴重な財産を置いていこうか。これちなみにこれって明るさ的にどうなんだろうね。湧くのかな。使ってみるか。カズービジョン、ブワン。うわ明るさあるんだ、しっかり眩しい。見つかったぞ、絶対バレない秘密基地。どうせここの部分もなんかディアモンドでなんか見せたいよな。このディアモンドいっか、いける。あと12個しかないんだけど、紙片はいけるな。紙片はどうせマグマに近い方がかっこいいよな。ちょっと待って、かっこいいよなこっちの方が。あやっべやべえとこまでこう行っちゃった。間違えた間違えたな、これ置く場所間違えちゃった今。どうしよう、これ取れる、大丈夫。あーあーあ燃えちゃったよ。嘘でしょ、2つも燃えちゃった。そっか横だったら取れるけど下のやつはちょっと厳しいんだな。これやっちゃったよ、もうほんともうだよ。まあでもマグマの近くのかっこいいんでこっちにしよう。2つも燃えちゃった。あええやん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 、ここ行きたいな次。かっこいい、めちゃめちゃかっこいいこれ。おーし、だいぶかっこよくなった。ほんで本気のネザライトブロックをねどっかに置いておきたいんだけど、この辺に置いとくか。雑雑、オッケーでしょこんなんで。いやこれ今パッと見でおこれどこにあんのっていうね、この怖さ。完全に絶対にバレない、秘密機の完成でございまーす。ちょっと最後記念に待ってね、パッチャン。ちょっと待ってね、ちょ今サムネ用に、おサムネ見ただけじゃねみんなわからんと思うわこれ、うん、なんだよこの豪華な秘密基地みたいな。来た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 、ちょっと浸かるわな。あったけー、あー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 あったけーべー。はーい、というわけで絶対にバレない秘密基地の完成でございまーす。ジャブ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 。ここの角度もいい、ここの角度もいい、今の角度もいいね。はいはいはい、完成でございまーす。さあ一体ここはどこなんでしょうかね。サムネだけで当てた人はすげえだって思います。はいはい、というわけで本日はこんなところでまたお会いいたしましょう。あこれちなみに絶対秘密だから、秘密だから任せよ、バイ。